はい、バンブーです。今日はですね、ありがたいことに最近動画を見てくれる人がすごい増えてきて、同じコメントがめちゃくちゃついているので、ちょっとそれに対して、解説をしていこうかなと思います。それがですね、この真ん中にある壁、まあ、このマップの東西を分ける、大きな壁ですね。まあ、どっか昔ヨーロッパにあったような気もしなくもないですが、まあ、その壁はもうないですけどね。この壁を壊せ壊せと結構暴動が起きております。まあ、配信とかではこの理由は言ってて、まあ、それを聞いてくれてる方がコメントに返信したりとかして教えてくれてるのはすごい助かってるんですけれども、さすがにちょっと、まあ、その方たちにも迷惑かけるのもあれだなと思って、今回こんな動画を撮ってみたんですが、まずこの壁がある理由なんですけど、まあ、鉄壁の守りではあるんですが、こっち側から大きい津波が来て、もし壁を突破した際に、ここ海底面ですよね、ここも海底面ですよね、ここの最初のタウンは違うけど、貧困層がいるタウンは、海底面なんですよ。なのでこの壁がないと、ここ津波で飲まれて浸水してしまった時に、その水が全部に回っちゃうんですよね。結局生き残るのが最初のタウンだけになっちゃうんですよ。ただこの壁があることで、こっち側からの波に限りなんですけれども、超えた波がここの、今は都心という名前ですね、この都心もしくは、皇居もそうですけれども、都心と皇居のみの被害で済むんですよね、この壁があるおかげで。そのためにダムを置いてます。安全策を取って置いてる感じです。ご理解いただけましたでしょうか。確かにここがない方が、まあ、道もつなげやすいし便が良くなるのはすごいもう重々承知の上で、わざとここにダムを置きっぱなしにしています。決してダムを壊すのが面倒だからとかそういう理由とかではないです。ダムを壊し忘れてるわけでもないです。まあ、ダム壊すの忘れてることはさすがの俺でもないわけですよ。ちゃんと意図があって残しているので、その点はどうかご了承ください。まあ、結局のところ南西北から来た大きい津波、この壁を越えてしまう津波に対しては効果はないんですけれども、現状東から来る波に対してだけは、壁が2枚あるような形になっているので安全策を取ってるつもりです。以上。次 DLC とモッドですね。ちょっと待ってくださいね。まず DLC ですね。 DLC、デラックスエディション、アフターダーク、スノーフォール、ナチュラルディザスターズ、ハイテック、リラックゼーションステーションかな、あとマストランジット、グリーンシティーズ、ヨーロピアン、なんだこれ、読めねえけど、なんかサバービアみたいなやつ、パークライフが入ってます。で、次、モッド、モッド、ツールだったっけかな、違いますね。オプションじゃ、コンテンツマネージャーか。コンテンツマネージャーの、モッド、ここですね。25ピース、キャンアンロックザフルマップ、バイ、なんちゃら、これ多分人の名前かな。5×5 で発展できる。普段は、これモッド入ってないと 3×3 しか確かできないはずなんで、これで 5×5 で街の開発をしてます。で、このオートラインカラー、モニターザンチャラカ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 ンチャラネーム、これは、鉄道とかの線の色、なんか緑とかピンクとか紫とかってあると思うんですけど、これが自動的になんかカラフルに割り当てられるっていうモッドです。便利機能。次、オートマチックブルドーズ V2、これは廃墟を勝手に消してくれるモッドです。ダイナミックレゾリューション、これはオフですけど、これがなんだっけな、なんか絵がちょっと綺麗になるやつです。で、これなんだっけ、イネイブルアーカイブメンツ、あ、これモッド入れてると、実績解除されないんですけど、このモッドを入れるとモッドを入れてても実績が解除されるって、ちょっとなんか話で聞くと複雑なんですけど、まあ、そういうやつです。で、ファインロードアナーチー読み方ってんのかこれ、アナーチーはですね、これオフにしてるんですけど、隕石でダム作ったら動画で入れたモッドなんですけど、これどんな傾斜でも無理くり道路を作ってくれるモッドです。まあ、今のコトワ開発ではオフにしてます。次、ファーストパーソンオートウォーキング、はい、FPS 視点ができるモッド、グランドレベルカメラ、ちょっと低い視点で、見せられるカメラが使えるモッド、
これがジャパニーズローカライゼーションモッド、これが日本語化モッド、これはこの辺はモッドじゃないか、あ、モッドじゃないけどこういうのがあるのかな、なんかこういうのもあるみたい。でもとりあえずオフにしてる。何これ、ハードモードだって。今度ハードモードオンにしてやってみようか。まあ、土砂無限とか、地下資源無限、資金無限はもちろんのことつけてません、そんなところでしょうか。まあ、今回はちょっとゲームプレイ動画はないですけれども、この真ん中の壁、DLC モッドの、コメントが非常に多かったので一旦これで解決にさせてください。で、まあ、これゲーム動画になってないんで別でユニバーシムっていう動画が今日上がりますんでぜひ見てください。ユニバーシム面白いと思うんだけどな。あれ面白いの俺だけなのかな。まあいや、ちょっと見ていただけるとすごく嬉しいです。というところで、この動画はこの辺で、最後までご視聴ありがとうございました。